吐き気のする私のこれまでのすべて。青山一郎くんです。こいつの発想なんだと思います。マキシマムザホルモン。この人のことをもっと知りたいと思った。付き合ってください。生まれ変わった気分だったあの日までは。こうして私はまた私から幸せを奪っていく。